はい、どうも、ハビネスタイグのハビネスです。ウォーフレームソロソーティー実況プレイ、やっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。今回ですね、ちょっとサクサク進めていきたいと思います。この後ね、ちょっとね、外に出る予定があるのでね、ちょっと早めに撮って、早めに終わらせるぜ。キーラー！今回潜入強化された物理攻撃耐性と、防獣、防のみ、救出強化された属性攻撃耐性ということでね、勝った。ケラには喋らせねえ。操作してんな、俺なんだ。オッケー。でね、ロキで潜入をやって、で、防獣、防のみは、さすがにちょっとね、重めのタスクというか、適切なフレームでいかないと失敗するかなと。失敗してる時間が今回ないのでね、個人的に。で、救出許可された属性攻撃耐性に関しては、相原あたりを考えております。まあね、耐性ばっかりで、しかも棒のみって、棒のみって、棒のみって、おいー。行きましょう。まあ、ロキであればね、そんなに心配することないかなって感じです。アークトラップには気をつけましょう。髪の毛生えたロキはあ、生えてねえよ見てわかんねえのかよ。オッケー、行きましょう。今回はね、もう2番特化ですね。2番でサクサク消えつつ、姿を見せず、お前の尻に立つを差し込む。オッケー、お前も差し込まれたいか。オッケー、よし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 。こんな調子でね、やっていきたいと思います。ただ、アークトラップには気をつけたいところ。多少敵倒してってもいいね。うん。全く倒さないよりは、倒してった方がウォーフレームらしい。ということで、エグゼリギス。エグゼリギス。強いね、これね。まだ育成中ですけれども。って、ワンパンですよ。50レベル台なんか至近距離で撃ったらね。素晴らしい。オット構成もなんか微妙なのに。微妙っていうか、まだスッカスカなのに。スッカスカでこれですよ。ああ、嘘でしょ？スッカスカの俺を今日もよろしく。俺の頭の中はスカスカじゃねえ。毎日いろんなことを考えているロッキー。さあ、もうちょっとですね。第1個目は。おう、ここか。よし、オッケー。さてさて、まあここは近いっちゃ近いけどね、効果時間も兼ね合いとしてはいい方だ。よし、オッケー。よし、で姿を消しとけや、モーラということで。いや、ロキの強さたるや。はい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 。こうオペレーターがやってて置いてあるフレームが撮影されるのが一番なんかかっこ悪い気がする。プープーっつってオペレーターの背後でマイウォーフレーム取られたみたいなね。キャプチャーされましたみたいなね。はい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 。いや、もうちょ、また同じ失敗を繰り返すところだった。危ねえ危ねえ危ねえ。学習能力がねえのかって言われるところでしたね。大丈夫です、学習はたまにします。いや、タイミング、まあ地獄だったな今。アークトラップのところで2番を張り直すっていうね。ランプ消えてっか消えてないかじゃねえや、ランプがついてるかついてないかが分かりにくいね、ロキのこれはね。それが唯一のデメリットかなって感じ。あ、なかった。ありそうなもんだったんだけど。いや、結構ね、レーザーランプとかね、しょっちゅうあるんでね。まあ、壊す必要は本当はないんだけど、オペレーターで行けば。ただね、行ったり来たりする際に俺がミスる可能性があるんで、ここはね、懸念を払拭する意味合いで、破壊って感じですね。いや、ここもぶっちゃけオペレーターで行けばね、簡単なんでね。ボイドダッシュっつってね。ただ、あれ、失敗するときは失敗するから、あんまりやらないようにはしてるけどね。オペレーターが強すぎますね、このゲームはね。オッケー、行くぜ。オペレーターの誕生によって、って言っても俺は誕生してからすぐ使ったわけじゃないけど、オペレーターの誕生によってだいぶゲームバランスがね、変わったと言っても、過言ではないんじゃないでしょうか。よし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 。よし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 。しゃっしゃっしゃ。まだまだこんなもんじゃねえよ。ちょ、敵がいない。エグゼリギスを撃ちたい。すごい撃ちたい気分になってきた。うわぁ。我慢できない、我慢できない、我慢できないよ。撃ちながら行きたいよ。命中精度が、リザルトの命中精度がどんどん下がっていくやつ。見つけた敵、外した敵。オッケー。さあ、最後の1個目。さあ、一番簡単なやつ来たな。よかった。まあ今日はね、サクサク急いでいるんでね、ちょっと一番簡単なやつが来てくれるに越したことはないですね。シュー、シュー、オッケー。これで終わりと。オッケー。じゃあ次のタスク目指して帰りましょうか。お、失敗した。まずい。よし、オッケー。オッケー、ベイベ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 ー。オッケー。シュー、シュー。もう潜入は相当やってるからな。レベル上げのファーム時代によくやってたからな。
今でこそセドナのカッパとかね、あそこハイドロンとか、うん、あと消滅戦のとことかね、カッパが消滅戦だったかな、うん、あそこ行ったり、まあ潜入も今ではセドナではやりますけど、土星のね潜入にはだいぶお世話になったんでね、あそこはかなりやりましたね、レベル上げでね。 OK 終わりましたベイベー。 OK 次行きましょう。次のタスクがちょっと重め、気をつけていかないとやられる可能性があるかも。装備これで大丈夫かな。まあ言ってそんなにな、敵と戦うつもりもないんだよな。っていうか棒のみなんだった。そうでした。何で行こうかな。ユチだ。ノーマで来ました。はい、暗黒ノーマで来ました。暗黒に落ちました。伸ばす。まあ鈍速系でね、あの敵の動きを。ここかよ。わあ、ちょマジか、ガレオン戦だと思ってた。マジかい、勝手にガレオン戦だと思い込んでた。邪魔なんだよランパートがここ。いやレンズですね、今回は。今回はレンズで持ってきたんですけど、意味ないっすねこれ。いや困ったね。ちょっともう巻いとくか。巻きまくっておきましょう。効果時間伸ばしてるとはいえ全域まで広がってくれるかどうかっていう心配があるな。あーこっち回りで行こう。俺ちょっと左回りじゃないと落ち着かない。オッケー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 。ハミス。オッケー。暗黒ノバ。暗黒面に落とそう。グリニアを。グリニアを暗黒面に落としましょう。落ちたいでしょ？つって。ね。そう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 。おすすめしましょう。いいっすよ暗黒面。いいっすよ。もうめっちゃいいっすよ。もういいっすよしか言わねえぐらいの勢いで。新規の敵来るかもしれないんで、4番はちょっと過剰に放っていきたいと思います。話しすぎじゃねえぐらいに放ちたいと思います。ほら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 、なんか頭おかしいのがいる。アタックじゃねえよ、アタックじゃねえよ、俺がお前らの心にアタックだわ。死んだ死んだ。オッケー、レンズ強っ。よし、あとは全部取ったんで、あとはね取られたところを随時取っていくだけ。まあノバ3番が強いんでね、ワープしながら行きたいと思います。そうはさせんぜよ。オッケー、よーし、食い止めた。まあとりあえず今 D ポイントかな、 D ポイントが熱いらしいですね、あいつらにとってみたら。あ D が熱い。いやしかしこれしか攻撃がないのが問題だ。オッケー、めっちゃ強いなレンズ。強いな、レベル70だよ、一撃だもんな。あっ、ない、取られてんじゃんあれ。無理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 、めんどくさいめんどくさい。うわマジかよ、なんでロストした俺。うわーマジ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 、ちょ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 、弾幕にさらされるのが一番ムカつくわ。ふっふっ、これでも食らっとけよ。いけ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 、全然効かねえな。えっ、よし、オッケー、いいね。どんだけのダメージ出てんだって感じ。オッケー、弾なくなった。拾わねば。オッケーオッケー、補充されました。ここ取り返したいな、ただ敵が邪魔。よし、いや棒しかないからきついんだよねこれ。まあオペレーターでワンチャン戦うって感じかな。オッケー、あとは近寄る前に倒す。近寄る前に倒せば OK。 効かねえ、オペレーターの攻撃は全然効かねえ。次は A ポイントが熱い。 A ポイントか、よいしょ。いやーランパート来たらめんどくさいなこれ。交戦中だよねどうしてもね。 C か、いやこれがきついんだ俺、これが苦手なんだ俺。防寿の苦手なところ。次行ってくんない？いつまでたってもここにいるんじゃないよ君。仕事しろ仕事、仕事をしなさい。やばい、あーやばい、死ぬとこだった。キューティー入ってっかな。忘れた、やばいな。ちょっと C ポイント行きますか。なんであいつらはさ、取ったところにいつまでもいるんだ、ムカつくぜ。エクシマスも一撃、さすがですねレンズ。ただ俺が一回死にそうだこれ。まあそれはしょうがないかな、もう一回死ぬぐらいはもう許容範囲でとどめようかな。って言ってそんな慌てる必要ないんだよな、実際勝ってるし。じゃあ優に勝ってるわ。ちょ、ハイエッカーだけ潰しておきたかったな、ハイエッカーマスターだけでも。オッケーオッケー、ちょっと次ヘルス313とかでやっていかなきゃいけないのがきついな。うわーやめて、もういいか、近寄るのやめよう必要以上に。あいつらがいなくなったところを俺が回収するのも別に構わないね。めっちゃ強え、気持ちいいレンズ。つかランパートが怖えな、ランパートがどこにあるかによる。あそこか今度、よし、オッケー。あれで巻き込んでワンチャン全員死んでくんねえかな。オッケー、あーちょっと操作されたっぽいな。ヘビガンナーか、ちょっと待った待った待った、
ヘルス削られるのが一番やばい。ヘビーガンナーでさえ一撃。新規の敵がいますね。あそこに早く動いてるやつが。あ、でも勝つな、このまま。あー、待って。今じゃね、今 B ポイントを取りに行けばいいんだ、俺が。オッケー。よし。うだうだしねえぜ。ヘルスがワンチャンエネルギーか。まあ、エネルギーでも悪くない。よし。オッケー。当たったよね。オッケー。うぅ。食い止めた。オッケー。よーし。第1ウェーブは俺の勝ちかな。オッケー。この戦闘から何を学んだんだろう。傍受の棒のみはちょっときしくすぎねっていう話。それを学びました、今日は。あー、外した。あ、当たったか。死んだ？オッケー。ちょっと待って、アイテム全然拾ってないか。おお、来たよ、ランパート。バカタレ。使うんじゃねえ、そういうの。よし、オッケー。もう、カウントダウンしてくれよ、早く。うわ、何？危ねえ。ちょっとランパートマジ無理だわ、俺。あれにチキチキボーイになってるわ。いやー、ドレッドとかでくれよ、よかった。あいつらが4番かかったらっつって、なんで俺撃たれんの？どっから撃たれてる？そこか。うわ、なんでそんなにいたんかい、敵。アイコンの数と違くね。よし。オッケー。必要以上に戦うのはやめよう。てか、ヘルスがあんまないからね。怖いんだ、戦うの。弾出してないかな。出した、出した。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。よし、いいよ。そしたら、その D ポイントから取っていきましょう。オッケー。うん。ランパート破壊しときたいですね、これ。やっぱこの戦いに時間かかるんだよな。ここさえ乗り越えちゃえば簡単なんだけどね、次はね。ハイエッカーマスターがちょっとヤバめだったな、あいつ。あいつ非常に重かった。あいつの一撃が。これ壊して、マジで。3番でワープして移動したいけど、さすがにな。さすがにそれを使うほどでもないんだよな。ただ危ない時は3番で緊急回避しちゃってもいいかも。相手のタゲから逃れるみたいなね。オッケー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 。このまま、あ、4番。忘れてた。オッケーオッケーオッケー。このまま、順調に、取っていけば、問題はないと思うんだけどな。うわぁ、怖え。ちょっといきなりかよ。よし、かかってるね。いや、なんか近くね敵。危ねえ。危ねえ、危ねえ。こいつ、どうしてやろう。どうやって対処しよう。なんか無視して俺を通過しようとはしてたけど。やばい、ヘルスにダメージ受ける。ヘルスにダメージ受けるのはまずい。レンズ射出までが遅いからね。いけるかな。うわ、やばい。危ねえ、自滅するとこだった。ああいうやつは困るな。ああいうやつは困っちゃいますね、非常に。まあでも立ち去ってくれるならそれでそれで OK かな。やっぱドレッドとかで来ればよかったな。バルチとかだったらこのレンズでもいいんだろうけどね。 A ポイントを取らないで。よし、 OK。 OKC ポイント回収行きたいけど、暑い？まさかここが暑い？いやー、暑いのか。ホットポイントですね、ホットスポットですね、ここが。いがんいがん。まあでも俺のもんにさしてくれや。あー、なあ、ちくしょう。震えたまんなかった。オッケー。慌ててる、めっちゃ。オッケー。あー、 A ポイントまた。あー、くそ、やばい。よし、オッケー。これで食い止めてないのかよ。マジかよ。まだいたんだ、もう一体。うぜえなぁ、マジで。あ、戦いづら。4番放っとこう。オッケー。1分ぐらい持つとはいえね、新規の敵が来るかもしれないんで。よし。まあ、勝ってはいるかな。あれ、ここ食い止めたんじゃないの、これ。オッケー。これでギリワンチャン。よし。B ポイントは無理だな、あれ。あの数はまず無理。まあでも一網打尽でぶち殺せないかな。うわー、やばい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 。ダメージ受けすぎんな、まずい。 B ポイント誰もいないね。あー、何やってんの。オッケー。ちち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 ち、弾ないんだよもう。棒、これ棒のみ。レンズやめりゃよかった、マジで。失敗したわ。なんか最近レンズ使ってねえから使おうぐらいな気持ちで持ってきちゃったわ。オッケー。どっかに弾落ちてないかな。あー、来るな、これ敵が。いや、来させない。オッケー。来んな、バカ。来んな、お前。来んな、あー、くそー。チキシュー。オッケー、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 オッケー。いや、もう、めんどくせえ。このタスクめんどくせえな、マジで。
いや A ポイントはいけない、無理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 で食い止めることもできないんだよ。なんでまちまちで動いてんだあいつら、ムカつくぜ本当に、本当にムカつくぜあいつら。いやこれ取られんじゃねえ全部。ちょオペレーターもういいもういい、ちょっと困ったねこれは、これは非常に困りましたね。今度 D が取られるな、弾補給したいんだ俺。いやあいつらまちまちで動きすぎだから、バラバラに動きすぎだから、あちこちあちこち、ずるくないかそれは。いつまでも同じとこいるし。オッケー、よしよしよし、ここだね、ここを回収しよう。スナイパー玉出た、スナイパー玉じゃねえんだよスナイパー玉じゃなくてさ、棒の弾を出してほしいんだよ。よし、ちょっと遅かったなスコーピオン、あばよ。あとは C が取れそうだったら。まだいんのお前、動きが遅いから立ち去ってくれねえこいつが。よし、オッケー、危ねえ、他の新規の敵が来る前に。あー今度 B 取られる、マジか、めんどくさーこのタスク。あーもうニュークスとかでクリアよかった。ノバだとねこれがきついね。あーまだなんかいるわ、うだうだしてんのが。よし、オッケー、あいつ潰しときましょう。まあ勝ってるっちゃ勝ってるんでね、このまま行けば大丈夫。よし、あ全部取った、ただ B が取られるんでこのままだと。まああそこはもうしょうがない、てか俺があんなとこ突っ込んでったら死ぬわ、戦いようないし。てかあのね攻略しますが何気に邪魔なんだよね。よしいいぞ、あ潰したんや結構、やったぜ。まだ全部ではなかったけど、スナイパー弾じゃなくてさ、違う違う、俺ワンチャンあれを狙いに来たんだけど、その棒の棒の弾はねえかなと思ってきたんだけど、一応勝ちました。あ終わりか、そうか、殲滅する必要ないのか。おおよかった、危なかったあー途中やばかった、3つぐらい取られた時は俺これ負けんじゃねえかなと思ったもん。あー危ねえ危ねえ。はい最後です、救出強化された属性攻撃耐性、こちらねリンボで行きたいと思います。アイワロだとねちょっと天皇制タイルのやつなんで、流れ弾に当たったら死ぬなこれって思ったんで、リンボでね一元で敵の動きを止めつつ行きたいと思います。しかも腐食ダメージが入ってるっていう、ちょっと鬼畜すぎないかって思う内容もうね防衛対象撃たれたらワンパンだと思う。カシャ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 動いて、オッケー行きましょう。さあさあさあさ、もうね敵と戦ってる場合じゃないんだ俺は、うん、これから出かけるんだ。天皇制には出かけないが、お前らと遊んでいる暇なんてないんだ。いいですね、ちょっとエグゼリギスのちょっと肥やしになってほしいな。185レベルに至近距離で当てるとこれだもん、すごくねこの武器やばくね、一撃グリニアのザコグリニアにテンションが上がってしまう、やばいやばいやばい、すごいすごい、素晴らしい武器ですね本当に。エグゼリギスはすごいよ、本当にかっこいい、めっちゃ強いこれあれだね、コーパスエネルギー弾のティグリスプライムみたいな、ティグリス系みたいなね、あの手の武器にそっくりですね、あれのエネルギー弾バージョンみたいなね。素晴らしいでゴアスは、アルカプラズモールに並んでめっちゃ強いショットガンの1個なんじゃないかな。これは一発でちょっとあるかほどちょっとね、取り回し早いかと言われるとそういう感じでもないけれども、これはこれでやはり一個ね強力強武器として名を馳せてもいいんじゃないかなって感じですね。ちょっとこの辺時間かかってるけど、まだ俺ビルドフルで刺してないんでね、倒せるだけでも十分すごいって感じ。 OK、 あぶねえちょっと撃たれたわ、まあちょっと遊ぶのはやめよう。そうそうそう、プリンクスもね、なんだっけ、そのピストルの縛りとか、あと弾薬の補充ができないミッションとか、なんかボス戦とかね、ザコのいないボス戦とか、ああいうのに十分役立ちますよね、自然回復してくれるから弾が。こいつもね俺は結構好きなんだよね、うん、そんなに弱くないしね、セカンダリとして。まあエネルギーは十分に回復しつつ、目的ポイントに着いたらあいつを助けるって感じだね。オッケー、うんうんうん、あんあんあんシュ、あじゃねえこっちじゃねえ、
おう、イエス、おう、イエス。よし、あ、いてててててさあ、行きましょうか。戻れや、早く。OK。まずはオペレーターに役に立ってもらいましょう。オペレーターに役に立ってもらいつつ、よし、OK。まあ、水抜きの、どれかな、端から行きますか。まあ、ルアの時よりはマシでしょう。ルアの時よりはマシ。端から行きのスッタンタン。OK、一発。いいですね。さあ、撃たれる前に、よし、いいよ。OK。早く助けた扱いになんねえかな。おい、ロータスね、もう助けたよ俺。もう殲滅して待ちましょう。ここは武器を貸してください。いや、その前に脱出ポイントなんだよバカ。ワーデンもこの速度で倒せる、素晴らしい。なんでいつまでたっても脱出ポイント出ねえんだ、うぜえな。殲滅できるぞこれ、俺がある程度下がんなきゃダメ。うわ、でもすぐそこで、オッケー。ちょっと4番張り直したいな。いや、張り直さなくてもいいか。よし、オッケー。防衛大将こっちだ、こっちだ、こっちまで来い。オッケー、よし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 。あんな数に襲われたら困るもんな。オッケーオッケー。ロータス姉さんがちょっと意地悪でしたね。ド S すぎんだよあれ。どこかな、脱出ポイントは、みたいなね、おいみたいな、そんな感じですけど、こっちとしては。よし、ゴールです。まあ、今回はね、ソーティーミッション、うまい具合に。あんな世界よ、飾れないから手に入れてもな、ちょっと困るんだよな。はい、そんな感じでね、じゃあ最後にビルド紹介含んでね、終わりにしたいと思います。はい、タスク終わりましたので、ビルド紹介の方含んで、終わりにしたいと思います。今回ですね、最初に言ったのは、普通ロキーですね。ロキーよきー。はい。今回ですはね、今回ですはね、何？今回はですね、こちらです。エネルギーサイフォンつけておりました。エネルギーサイフォンつけてね、消えてる間にも、エネルギーを回復してっていうやつなんですけれども、エクセラスついてない、ロックも解除してない状態なんですけど、まあ、フォーマーを刺してね、本当はコークションドリフトなんかつけると、エネルギーの回復速度がもっと速くなるのではないでしょうかっていう感じですね。一番メインで使いたいのは、インビジビリティという2番目のアビリティで、効果時間をだいぶ盛りたいわけです。なので、ナローマインドと、プライムドコンティニティと、オーガーメッセージをつけております。範囲も、まあ、死ぬはずなんですけど、ナローマインドをつけるとね、アビリティ効果範囲がマイナス 48% になってるんで、まあこれはね、威力を必要と、ほとんど必要としないロッキーは、オーバーエクステンドで穴埋めができるかなといった感じですね。なので威力は 40% ぐらいでも、まあ潜入程度であれば問題ないのかなという感じです。あとはね、フロート、クイックシンキングつけて、走行がね、ほとんどなくて、ヘルスが225、シールドが225しかないのに、もう最低ランクなんじゃねえかぐらいなんだよね。まあ、確か最低ランクだったはず。これはね、何があってもいいように流れ弾とかグレネードとかね、アークトラップとかいろいろあるので、ああいうのを防ぐためでも、この辺りをつけて、首の皮を繋いでるって感じですね。エネルギーを消費して受けた大ダメージの 240% 分を無効化すると。で、フローもつけてね、エネルギー容量450まで持っております。で、ちょっとのね、少しでも効率を上げるために、ストリームラインで 30% の効率を上げているという感じでござんす。ロキはこんな感じでした。次、暗黒のおばちゃんです。だいぶ赤と黒、希少。あんまりこういうカラーリング俺やらないんですけれども、なぜかノバプライムにこれをやったって感じですね。はい、今回ノバプライムバージョンなんですけれども、フォーマーさしたーい。はい、エネルギーサイフォンついております。俺はほとんどエネルギーサイフォンを使うのでね、オーラモッドに関しては。で、インテンシティつけて、そう、これね、インテンシティ俺言ってるんですけどね、もうね、インテンシティで慣れちゃってね、インテンシフィーなんですよ、本当は。でも、なんか、インテンシティで覚えちゃってるから、なんかすごい、インテンシフィーって言うとね、ちょっと笑いそうになるから、インテンシティなんですね。はい、インテンシティつけて、そのうちインテンシフィーって言い方に変わるかもしんないけど、現状はちょっと我慢していただく形で、まあ、誰に我慢してもらうのかわかんないけど、はい、ストリームラインでね、効率上げております。130%。で、威力をもりもりにしたいので、トランジェントフォーシドつけて、この2枚でね、威力を上げている感じですね。175%。うん。まあ、175まで上げる必要は本当はないんでね。コストの面で言ったら、あれでもいいのかなと。なんだっけ、パワードリフトとかでもいいのかなと。オーガーシークレットとかね。あの辺でもいいのかなと思います。あとは、効果時間伸ばしたいのでね。効果時間伸ばすと、こっちの
モラクラールプライムっていうやつかな、名前、うん、これのね広がっていく時間が13秒間広がっていきます。範囲ではなく効果時間を伸ばすことによって広がっていくアビリティなので、効果範囲は別にいらないかなって感じですね。効果範囲使うときはこの3番使ってそのゲートの中に入るとその分だけ移動するよみたいなアビリティなんですけど、まあこれほとんど使わないんでね、今は特化させる必要がないので、まあ 52% で下がっても良いかなという感じですね。まあとにかくモラクラプライムがこうかかると広がっていくのは13秒間、敵に効果鈍足の効果が及んでいる時間が 67.5 秒、ほぼ1分ですね。そんだけあるので、まあ、今回みたいなね防御とかそういう戦いに関してはこのぐらいがいいのかなと。まあ俺はね新規の敵がどんどんリスポーンされてこっちに向かってくるので、まあ過剰程度にね放って網羅してましたけれども、まあこれのおかげでほとんど攻撃を受けることはなかったのかなという感じですね。一死亡もなかったんでね。でクイックシンキングとというかクイックシンキングをつけております。うん、まあソーティーなんでね、何があるかわからないんで、やっぱねどんな形でも死亡はしたくないなーっていうのがあるんでね、これはつけるようにしてますね。ただエネルギーがねほとんど足りてないので、本来はねフローをつけるべきなんですね、こういうのをつける場合はね。はい、であとはね、ヘルスを伸ばしております。ヘルス伸ばしてね660、そのおかげで今回は半分ぐらい減らされちゃいましたけど、これでねなんとか生き残ったっていう感じでしたね。はい、そんな感じです。次リンボです。最後こちらね、防衛対象を助けた後4番放って、いや2番放って4番ってやるとね、近くにいる敵の動きが止まるので、これはねあのグリニア相手にはグリニア相手の救出には通用しますね。コーパスとかだとね、今度はナイリファイとかそういう懸念でね、あのあんまり広範囲のものをやってしまうと効果が働かなくなってしまうので、まあグリニア相手だったら俺はリンボが一番安全なのかなって感じです。今回はエネルギーサイフォンとコークションドリフト、このペアがねすごく強いんでね、俺はこういうの持ってますね。特にリンボなんか異次元の中にいたら、このこいつとエネルギーサイフォンと異次元の効果コークションドリフトでさらに上昇率、エネルギーの上昇率アップで、オペレーターの鳴らしゼネリックにしてエナジャイングダッシュやればさらに上乗せされてエネルギーがぐんぐん回復していくので一瞬で満タンになりますね。プライムドフローをつけてエネルギー容量が656あるんですけど、これをフルに貯めるなんか結構余裕ですね。リンボさすがです。さすがです。はい、で発射速度を早めております。今回みたいな救出ミッションね、スピードが大事なんでね、対象を助けます、はいはいのテンポで放てるようにね、防衛対象が撃たれる前にアビリティを放つぐらいの気持ちでね、スピードドリフト、アビリティの発射速度で、ナチュラルタレントでアビリティの発射速度を上げているという感じですね。そのおかげでね、だいぶ放つのが早いです。あと範囲をガンガン持ってます。ソロプレイなんでね、基本とりあえずね、オーガーメッセージと、プライムドコンティニティでこちら 174% まで持って、効果時間を伸ばしてますね。カタルクリズムが52秒持ちますね。でこちらのステイシスが26秒、範囲が 265% ですね。オーバーエクステンドつけて威力をそんなに持ってないんでね、これ4番入ってる間にスリップダメージを与えることはできるんですけど、それに期待してないので動きを止めるだけの目的で使っているのでね、オーバーエクステンドとオーガーリーチをストレッチで威力を、範囲を持っている感じです。まあ場合によってはね、オーバーエクステンド外しちゃってカンニングドリフトとかつけてね、あの辺でルアモットのカンニングドリフトで範囲をちょっと盛るでもいいんじゃないかなって思いますね。オーバーエクステンドはまあ好みによるのかなって感じがしなくはないですね。この辺ですね、カンニングドリフトつけることによってアビリティの効果範囲がまあ最大 15% なんで、オーバーエクステンドほどはいかないけどね、 90% か 15% だからねだいぶ違いますね。そんな感じです。はい、まあね、大変な、なんだっけ、ソーティーミッションだったけど、俺自身も今若干慌てて言葉が出てこないこといっぱいありますけれども、またね、明日のソーティーミッションもやっていきたいと思いますので、そちらもよろしくお願いいたします。お送りしたのは、バロキティの真似をしたリンボでした。かっこよくない？